こんにちは。ありがとう。ありがとう。さすが。ジョーちゃん。コーヒーにハマってるらしいな。おじさまの入れたてが飲みたくなったもので。ああ、嬉しいこと言ってくれるね。こいつの部屋だろ、持ってあがんな。お言葉に甘えます。俺帰るからよ、店閉めといてくれな。会社の件は会議に私も参加して思いを真剣に伝えてきた。チェーン店の構想だけじゃなくて会社の今後についてやお父様のことも。鬱陶しそうな顔の人もいたけど最後にはしっかり聞いてくれた。緊張して気疲れしちゃった。要人のお相手する機会はよくあったけど本音をぶつけたことなんてなかったから。経営陣の皆さんとお話しして奥村フーズは全部任せることに決めた。どのみち私が仕切れるものじゃないもの。世間の批判を真摯に受け止めていたし信頼して大丈夫だって思えたの。それで私の将来の目標なんだけど、小さな喫茶店を個人で開こうと思うの。コーヒー豆からサラダまで全部自家栽培、こだわりたいの。おじいさまがやっていたような愛されるお店。ここも雰囲気が似てるかな。ありきたりな夢よね。でもあなたに言ってもらえるとできる気がする。お店は卒業してすぐなんてつもりはないの。一時のやる気だけじゃ道楽だもの。勉強して腕も知識も磨かなきゃ。いっそルブランに弟子入りしようかしら。泣き疲れて泊まった翌朝のコーヒー身に染みて美味しかった。ああいう思いをしてもらえるお店を目指したいの。実際叶えるのはすごく大変だと思う。でも小さい頃からの夢だった正義のヒロインにだってなれたんだもの。強く思い描いて自分を信じて行動すればきっと叶うはず。もしあなたと出会ってなかったら。そう考えるたびにゾッとする。好きでもない尊敬もできない人のところに嫁いでひどい人生になってたかもしれないのに、一緒になれてよかった。ごめんなさい、変な言い方しちゃった。その仲間になれてよかったっていうか。もうあなたさえいてくれたら私もう大丈夫。もしもあなたが大変な時は必ず助ける。人生を救われたんだもの。やれるって思えるだけの力を自分の中に感じるの。我は汝、絆は反逆の翼となりて、今こそ汝。よし。
よし。はあ、コーヒーいただいたらなんだか目が冴えてきちゃった。だからその今日はもう少し一緒にいたいな。実は A 子と仲直りできたの。本当はうすうす気づいてたけど、彼のあんな姿見てようやく目が覚めたって。私もよ。これでもう危ない目にも遭わないはず。彼女あのバイトも辞めたわ。将来のこととかわからないけど、目標を見つけるために大学に行くって。だから今は勉強に専念するみたい。私ももう一度本気で勉強することにしたわ。ううん、他人の評価を得るためでも自分を優秀に見せるためでもない。私が勉強するのは自分の夢や目標を叶えるため。その目標が分からなくなって迷いもしたけど、あなたのおかげでようやく見えた。私の夢は警察官僚よ。そのために私は勉強する。そう、つまり警察のトップ。学歴も最上位を求められるわ。今回のホストもそう。この国には表沙汰になっていない事件が山ほどある。違法スレスレの卑怯なやり方で人の心につけ込んで食い物にしてる悪党。お父さんが命を懸けて追っていた組織もそう。私はそいつらを決して許さないけど、それを成し遂げるには私一人じゃ無理。だから組織を動かせる官僚になって無法者を根絶して被害者を減らしたい。そう言ってもらえると嬉しいな。それが私の目指す正義だし、お父さんの意志を継ぐことだって思うの。勉強の意味を勉強以外のことで知るなんて不思議ね。付き合ってくれてありがとう。お堅い会長のお守り大変だったでしょ、なんてね。でもあなたに頼んでよかった。もっと違う世界を見られる気がする。きっとできるわ。あなたがそばにいてくれるから。我は汝、絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、女教皇の究極なる秘宝に目覚めたり。無事よし。
私の成長した、ううん、新しくなった力。よし。もちろん私のことも頼ってね。対等に付き合っていきたいから。さて、夢を叶えるにはまず志望校に合格しなきゃね。解答をしながら警察になるために勉強する。なんかおかしいね。でも案外矛盾してないのかも。闇に隠れた悪を暴く。警察でも怪盗団でも私の目的は一緒よ。それでなんだけど、あの、その今日は知識のない方の勉強をあなたとできたらいいな、なんて。ダメかしら。一緒にいたい。夜までまだ時間あるよね。
すぐ乗れたね。ああ。昔志保と会って救われた時にね、出会いは宝物。私もう逃げない。自分にちゃんと向き合って、今度は誰かを救ってあげたい。でもまだちょっと不安だから、君にも手伝ってほしいな。だから君も私を頼って。なんかようやく君と同じとこに立てた気がする。君と出会えて本当によかった。我は汝、絆は反逆の翼となり。今こそ汝、これからもちゃんとそばにいてね。うん、嬉しい。ご乗車お疲れ様でした。まもなく乗降口に到着します。あ、もう終わり？観覧車なのに景色全然見なかった。君ばっか見てた。降りる前に一個くらいカップルらしいことする？任す。目って閉じた方がいいのかな。できるようにするの課題。狭くてこれ以上離れられないわけである。でもこの間初めて一人で秋葉原に買い物に行ってきたし、人混みで挙動って手のひらの汗やばかったけど、ちゃんと回ってこれた。買い物した証拠はそれ。つかそれ敵やばくね？超可愛くね？前髪だるくないし、謎の腕輪とかないし。とにかくこれで達成だよね。歩くのちょっぴり楽しかったで、だから今近くにいるのは、その仕方なくて。じゃあ約束ノート全部できた？全クリ？
やったコンプ、右上にトロフィー出ちゃった的な。近く OK 許可したな。もう撤回はなしだからな。はあ、なんだろう、見慣れた部屋のはずなのに今までと違って見える。ううん、世界がね、どんどん広がっていくの。宗次郎の寝癖の向きとか、四茶の街並みとか、コーヒー豆の種類、世界は昨日と同じように見えても毎日少しずつぐるぐると変わってく。頭では知ってたよ。でも自分もその中にいるんだって感じ。私もみんなと一緒にちょっとずつ変わっていきたい。なんだけど、バイト始めたってメール来た。コンビニで働いてるみたい。高校生と同じことできたって喜んでた。でな、バイト代で参考書買ったって。高校受験するって。かなちゃんも新しい世界に出て行こうとしてる。切磋琢磨な。でさ、約束の音全部できたら確かご褒美くれるって約束だよね。さすがジョーカーだ。でもね、秋葉行った時実はそのつもりでお店見てきたけど、どれも違った。もちろん欲しいものはいっぱいあったけど、自分が頑張れば手に入るものばっかり。私は自分じゃ手に入らないもの。そんなことないって。ううん、そっちこそ忘れてる。私一番最初からすっごい大きなもの、命をもらった。ありのままでいいって教えられたし、お母さんを信じろって教えられた。死んでた私が生き返った。だから私、怪盗団で恩返ししたい。っていうか、私変わったの。もう自分のためじゃ一番の力が出ない。仲間のため、ジョーカーのためって思うと知らなかった力が溢れてくるの。我は汝、絆は反逆の翼となりて、今こそ汝。命をもらったんだから私も命かける。何でも言って。ピンチの時は絶対助ける。本当だよ。任せて。そしてご褒美の権利を手放すとは一言も言ってない。じゃあ今度は離れる訓練じゃなくて、離れなくてもいい権利。離れたくないときは離れなくていい権利。
けじゃない。生きる理由だってもう同じでいい。ううん、同じがいい。あったかいな。なんかなんだこれ、涙出てきた。わけわかんない。権利だし、私はいいって言うまで話したらダメだぞ。まあ一生言わないけどな。今日はちょっとぐらい遅くなってもいいよね。じゃあ行くか。トレーニングで使い切った分補給しねえとな。陸上部だけど復活早々山内のやつ降ろされたって。武石の親が PTA 会長だって知ってるっけ。あいつが親にいろいろ吹き込んでな、スカウト選手なんて許しませんと他の親御さんと直談判したそうだ。山内どんな顔してたんだろう。学校側も PTA 会長は無視できないってわけ。結果陸上部は復活、顧問は臨時で前の監督になったって話。いい君だ、スカッとしたぜ。あいつらなら陸上でいいとこまで行けるかもしれねえ。おお、ラーメン伸びちまうな。食おうぜ。うう、食った食った。本当はさ、ずっと怖かったんだ。あいつ目のバカさ加減思い出すし、あいつらの軽蔑の眼差しとか、何より居場所をなくしたこと、ずっと忘れらんなかったからさ。こういうの柄じゃねえし、なんて言っていいかよくわかんねえけど、お前がいてくれたから俺は変われた。ごたごたに巻き込んじまったけど、お前最後まで付き合ってくれたよな。俺を見捨てなかったよな。ありがとな。不思議だよな。怪盗団のために体鍛えるっつう話だったのに、なんでこうなっちまったんだか。けど次は俺の番だ。これから先なんかあったら言えよ。今度は俺がお前を何があっても助けてやる。我は汝、絆は反逆の翼となりて、今こそ汝、戦車の究極なる飛翁に目覚めたり。さてと、
吹っ切れたからにはバリバリやるぜ。まずは怪盗団からだ。頼りにしてるぜリーダー。だから俺のことも頼れよ。さーて、充電も完了したことだし駅まで走るか。まだまだ未熟だが、ようやく満足できる絵が描けた。そう、これが本当の人間の心だ。タイトルは欲望と希望。前の絵に足りなかった部分を描き出した。この光はお前たちだ。タイトルでは希望、でも俺の中ではもっと明確な存在だ。こんなことに今まで気づけなかったとは。おお、あなたいい絵だ。え、この前見たくむやみに木を照らっているわけじゃない。同じ絵でこうも変わるものか。これが君の出した答えかね。そうです、欲望と希望。なるほど、履修どちらも併せ持っての人間だな。君は理解したようだね。あなたは一体。すまない、君に喝を入れるつもりとはいえ少々乱暴だった。でもこうでも言わないと君の闘争心には火がつかないと思ってね。でもどうしてそこまで。一体何が目的なんです。同じまだらめの呪縛から解放された者として何かしてやりたかった。え、以前私がまだらめの客を取ったとかで目をつけられてな。個展を開こうにも会場は貸してもらえない。支援事業も立ち行かず、新さんを舐めたよ。そうだったんですか。そう、人の心は様々な欲望にまみれ時に黒く塗りつぶされてしまう。でも君にはそこから目をそらさず立ち向かう強さがあったようだ。もしその強さがあいつにもあったなら。私とマダラメとの付き合いは長くてね、画学生の時から同じ画塾で講師もやった。昔はあいつも気概があってな。いつか自分の腕で画壇の頂点を目指すと。だが画壇なんて所詮権力争い、うまく立ち回った者勝ちだ。私たちの心もこんな風に黒く汚れていった。しかし子供嫌いのあいつが君を引き取ったと聞いた時はびっくりしたよ。疎遠になる少し前のことだ。子供が熱を出した、休日で病院も閉まってるなんて大慌てで電話してきたもんだ。そんな、私はもうこの世界から私のような敗者もあいつのような間違った強者も生みたくない。
そのために支援事業を始めたんだ。どうだろう、うちの出資を受けてみては。もちろん強引なプロデュースもなしだ。本当にありがたいお話、ご厚意感謝します。ですがお断りします。なぜだね。俺はまだらめとは違います。俺は欲望には染まらない。だって希望が見えているから。迷えば手を差し伸べ、間違えばいさめてくれる。そんな希望の光が。彼らがいれば俺は大丈夫です。まったく、あいつの目利きは大したもんだ。変わった人だったな。申し出を断ったこと確かに。だが我ながら矛盾してるが、これが心なのだろう。面白い。やはりこれこそが俺の描くべきものだ。きっと俺に付き合うのはさぞ面倒だったことと思うが、なぜだろうな。お前は最後まで俺を見捨てないと思った。本当にありがとう。我は何時、絆は反逆の今こそ何時。よしよし。俺に宿るペルソナ、新たな力に目覚めたか。よし。スランプを抜けたからには、書けなかった分を取り返さないと。改めて俺はお前に誓おう。お前が何かにつまずいた時には必ず手を差し伸べると。さあ行こうか。心ってものをもっと知るためにも、今は怪盗稼業に励まなくちゃな。なあ、いや、なんでもない。疲れてるよな。正直、お前はすげえよ。特別だ。どんだけの敵に、どんだけの目に合わされても、まるで運命みたいに視線をくぐっちまう。こいつは使える、なんて最初は思ってたのに。今じゃここが我が輩の居場所になっちまった。ああそうだな、柄にもなく照れくさいこと言っちまったな。けど今夜くらいはいいだろう。我は何時、絆は今こそなり。よしよし。
我が輩の中で新たな力が燃えている。よし、休もうぜ。あんだけの試練を跳ね返したってのに、まだこいつは報われないのか。